はい、どうもこんにちは、むかげです。今日はね、YouTube アプリで最近実装され始めた YouTube ショートっていう新しい、ね、サービスについて、実際に動画を撮影してアップロード公開するまでっていうのをね、ご紹介してみようかなというふうに思っています。で、このね、YouTube ショートっていうサービスなんですけれども、すでにもう海外では本格的に開始されていて、その動画っていうのを日本からも視聴することは可能だったんですけれども、今回ね、そのベータ版っていうのの配布が開始されたということで、その動画をね、投稿することも可能になりました。で、この YouTube ショートってね、一言で言ってしまうと、いわゆるまあ TikTok キラーと言いましょうかね。まあ最大60秒ぐらいの動画っていうのをまあ撮影したり編集して、そこに音楽やまあテキストを貼り付けて、簡単に YouTube 上にアップロードできるっていうサービスなんですけれども、ただこれはね、TikTok なんかと違うのは、それ自体がこう独立したアプリっていうわけではなくて、そもそもあるこう YouTube のアプリに追加される新機能ということで、現在はね、そのベータ版の提供っていうのがまあ開始されているというところなので、もしかするとね、お使いの YouTube アプリにはまだこれが提供されていないかもしれないんですけれども、今後ね、そのベータ版の提供っていうのもどんどん進んでいくでしょうし、その中でね、いろいろこうユーザーが試す中でフィードバックっていうのもある程度溜まった段階で、おそらくベータ版っていうのが抜けて本格運用が開始されると思うんでね、今日はね、ちょっと一足早くそのベータ版っていうのを見ていこうかなと思います。はい、じゃあね、まず YouTube のアプリを開いてもらって、一番下にあるね、このプラスマークっていうのが出てくるんで、これをタップします。そうすると4つの、ね、選択肢が出てくるんですけれども、これまではね、これが3つだけだったんですね。上から動画のアップロード、ライブ配信を開始、投稿を作成っていう、この3つだけだったのが、今回その上から2つ目にショート動画を作成っていうアイコンが出てきていて、右側にこうベータ版っていうのが書かれている通り、まだ完成版ではないんですけれども、ベータ版の提供っていうのが開始されているということです。ではね、この今回見ていくのは、この上から2番目のショート動画を作成となります。はい、そうするとね、こういった画面になるんですけれども、上からサウンドを追加、これはね、動画に載せる音楽っていうのをここから選ぶことになるんですけれども、この辺まだちょっと後で見ていくとして、その隣に切り替えというところがあって、これはカメラのレンズの切り替えですね。で、速度、これはどういうことかっていうと、動画の撮影速度、スローモーションにしたりですね、スピードアップをしたりっていうことができます。標準は1倍速ということです。で、タイマー、これタイマーっていうのはカウントダウン撮影をしてくれるっていうことなんですね。こう3秒っていうのを選ぶと、3秒後から撮影を開始します。10秒だと10秒後から撮影を開始してくれるということで、例えばこう自撮りをするときとかに、カメラを置いて撮影するときなんかには、そういう場合はね、このカウントダウンタイマーっていうのを使えばいいかなと思います。で、下のところ、この赤いボタンっていうのが撮影開始、録画開始ボタンなんですけど、その上のところにね、この15っていう風な数字があると思います。ここね、押すと60になるんですね。60秒、15秒っていうことで、これ現状この YouTube ショートっていうのは、15秒バージョンと60秒バージョンの2つっていうのが用意されています。なので、長さ15秒の動画を撮りたい場合はこの15、長さ60秒の比較的長めの動画を撮りたい場合っていうのは、この60秒を選択するということになります。現在 TikTok って最大3分までね、映像が撮影できるっていうことなんですけれども、現状 YouTube ショートは最大60秒までの動画投稿が可能ということになります。で、撮影したものっていうのをリアルタイムで使うことっていうのもできるんですけれども、以前このスマートフォンで録画した動画っていうのもギャラリーの中から引っ張ってくることっていうのも可能です。ではちょっとこの機能っていうのを使って、簡単にこうショートムービーみたいなものを撮ってみようかなと思います。じゃあね、このプラモデルをね、ちょっと題材に、ちょっと60秒ぐらいのショートムービーを作ってみようと思います。こういう感じでカットを、ね、切ることもできます。
でちょっとアングルも変えて、このリターンのキーを押すとカットをやり直すことができます。ここをやり直してみます。はい、じゃあね、これが今さっき撮影した、まあ、簡単な映像なんですけれども、撮影が終わるとね、勝手にこうリプレイが始まるんですけれども、まずはここから音楽っていうのをつけていきます。この音楽っていうところをタップすると、まあ、このようにいろいろこれら音楽っていうのは、まあ、YouTube ショートのサービスに合わせて YouTube がまあ公開している音楽で、結構有名な曲からいろいろな曲っていうのをまあ BGM として選ぶことができます。じゃあ例えばこれ音楽をこれを使おうと思うと、これを押すと映像に音楽をつけることができます。でこの調整っていうのを押すと、このいろいろと音楽の、トラックの場所ですね、音楽っていうのは全体3分9秒あるんで、任意の場所からこれを選ぶことができると。じゃあこれで完了すると、であとテキストですね。でテキスト YouTube ショート、でこの左のカーソルでこの大きさっていうのを選ぶことができる。色もこのようにフォントカラーですね、選ぶことができて、でタイミングを選ぶとクリップの中のどこにこの出すのかっていうのを選ぶことができます。でそれがまあ終わると、次へっていうところに押すと、もうあとはこれをアップロードするだけっていうことになるんですね。まあ、なのでタイトルをここにつけて、初投稿としましょうか。んで年齢制限とかここにしてない場合っていうのは、まあ、あとはこれをもうアップロードするだけで YouTube ショートを使うことができるということになります。はい、ということでね、今日はね、 YouTube 上のアプリで、ベータ版が提供され始めている新しいサービス YouTube ショートの使い方を簡単にご紹介しました。これまでね、まあ、TikTok とか、あとまあ Instagram なんかでもね、できていたようなこういったショートムービーっていうのが、まあ、YouTube でも簡単に撮影できて、でそれはまあ簡単にアップロードできるっていうことで、これね、結構これから新しいムーブメントになるんじゃないのかなというふうに思っているんで、気になる方はぜひチャレンジしてみてください。ということでね、このチャンネルでは動画関係のね、チュートリアルだとかハウツーっていうのもね、いろいろと公開していますので、もし気に入っていただけましたら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、おもかげでした。